アーカンソー州議会は、アメリカ合衆国アーカンソー州の立法府。両院制で、定員は、上院35名、下院100名。通常議会の会期は、最長60日であるが、議決によって延長することができる。また、通常議会開催時期以外であれば、州知事はいつでも特別議会を召集することができる。州とリトルロックに、州会議事堂がある。 週五つ目の憲法となるアーカンソー州憲法によって設置された。最初の憲法が承認されたのが1836年1月30日。現在の憲法が承認されたのが1874年である。当初は閣年開催されていたが、現在では毎年開催に変更されている。1922年、フランシス・ハントが会議員に選出され、 衆議会初の女性議員となった。アーカンソー州議会には、アーカンソー州の州法を制定し、修正する権限が与えられている。州知事は、法案に対して拒否権を持つが、議会の過半数によって、再議決することで、拒否権を覆すことができる。州憲法第73修正により、上院議員、下院議員ともに再選制限が設定された。 下院議員は三期六年、上院議員は二期八年が限界である。アーカンソーゼネラルアセンブリー、エンサイクロペディアオブアーカンソーヒストリーカルチャー、ハットアーカンソーレジュスレイティブカウンシル、エンサイクロペディアオブアーカンソーヒストリーカルチャー、ハット、ウィメン。ザエンサイクロペディアオブアーカンソーヒストリーカルチャー、アーカンソー、ザセントラル。 アーカンソーライブラリーシステム2010年3月31日閲覧 http コロンスラッシュスラッシュ www.nga.org スラッシュファイルズスラッシュライブスラッシュ sites スラッシュ n g a スラッシュファイルズスラッシュ pdf スラッシュ b o s t e b l e e 3 1 6 p d f ありがとうございます。